こんにちは、エアソフトキージュナー店長です。ですね、本日はこの B ゾーンですね、まあ、こちらの宣伝マガジンですね、こちらが、バネで、球をこちらに押して、で、ゼンマイで巻く式なので少しですね、まあ、球団の方がちゃんとされるのかという心配が多いと思いますので、こちらの方ですね、まず最初、30メーター先の30センチ ×30 センチの的ですね、そちらに集団、まあ、打つことで集団性をチェックして、後ほどですね、どれぐらいの球を 打つとこの球が、まあ、球上がりが行き過ぎするのかっていうのも、含めた、動画を紹介したいと思います。はい、ではまず最初、集団性のチェックから行いたいと思います。はい、じゃあ続きましては、今度は 10m のレンジでですね、球の行き過ぎがどれぐらいで現れるのかということを検証したいと思います。はい、スタートします。はい、ここら辺で、行き過ぎしましたね。原因は球、上がりではなくて、まあ、マガジンのゼンマイが切れたという感じですね。ですね、ただ、今回ですね、ゼンマイが切れるまで全部球弾したんですけども、お使いの BB 弾によってはですね、やっぱりこれがちょっと途中で止まったりする場合もあると思います。で、その時は、商品の紹介の方にですね、で紹介したんですけど、上に上げてここをパチンとすればまた球弾が解消すると思います。それではこれでビゾンの発射テストの方終わりたいと思います。ありがとうございました。